はい、皆さんおはようございます。8月20日、今日の、ね、メッセージをお届けします。今日は、ね、朝から学校の、ね、行事で草取りに行ってたんですけど、結構、ね、早い時間からだったんですけどね、もうすでに暑かったです。はい、今日はね、獅子座新月を、ね、昨日迎えて、もう月は、ね、乙女座の方に移動しちゃったんですけど、やっぱりね、獅子座といえばね、創造性豊かなね、ガブリエルのカードで1枚引きました。はい、じゃん。本当のあなたっていう意味で、これはね、人のためにこう作るとかじゃなくて、本当にね、ご自身が喜びでね、創造しましょうっていう意味なんですけど、昨日何かね、新月で皆さんね、形にしたり、これからね、始めることをこう宣言したりね、そういった新月だったかなとは思うんですけど、はい、またね、やっぱりこれからどんどんね、本当の自分をね、表現していってください。はい、とデッキ裏はこれはListen only to love ってね、愛にだけ耳を傾けてくださいって、例えば新月で願ったこととかをね、実行、そのね、夢に向かって実行しててね、必ずね、それ無理でしょうとかね、それダメなんじゃないとかってね、言ってくる方もいらっしゃるかもしれないし、自分の思ったようなね、思い通りにいかないこともあるかもしれないですけど、その時のね、気持ちを忘れずに、愛というね、レンズで過ごしてくださいっていうカードです。そういうね、批判の声からね、ヒントとかアイデアも生まれますので、耳をね、もちろん傾けるんだけど、愛にフォーカスしてくださいっていうカードが出てます。はい、スタートなんでね、まだつまずく感じではない気がしますけど、今のね、気持ちをとても大切に忘れずにっていう意味だと思います。はい、今日はこんな感じで、はい、今日も素敵な一日をお過ごしください。はい、じゃあ、朝読書は、昨日ね、ご紹介したらよかったんですけど、昨日はね、ちょっとケイコさんのね、パワーハウスで、今日はね、その新月のソウルメイキングっていうね、ジャン・スピラーさんって、これアメリカのね、結構有名な、アメリカではもう先生学のね、世界では、重鎮の一人らしいんですけど、はい、あと他にもね、前世ソウルリーディングとかね、スピリチュアルアストロロジーね、私も持ってますけど、そういったね、本も結構日本語版でも出てますよね。はい、この中から、昨日ね、獅子座新月だったので、どういったお願い事したらいいかっていうのがね、こう星座ごとにね、書いてます。で、昨日のね、新月獅子座、新月は前後ね、2日間有効ですので、またね、もし今日新月何もお祈りしてないわっていう人がいたらね、参考にしていただいたり、またこれからもね、参考にしていただきたいんですけど、ですね、新月のね、願い事とか以外にも、この本はドラゴンヘッドのね、ことも書いてます。私が習ってる進化先生学もドラゴンヘッドっていうんですけど、そのノースノードっていう方がね、よく言いますけど、ノースノードってすごくね、大切なんですけど、そのノースノードのね、星座ごとの与えられているテーマとかもね、詳しく書いてます。今ね、ノースノード双子座なんで、ちょっと双子座を例にすると、自分の、ごめんなさい、これ牡牛座だった。社交性とエチケットを学ぶとかね、他者のあるがままを尊重するとか、自分の枠を広げるとかね、他にもいろいろですけど、
そのための願い事の例も詳しく書いてるので、まあ、もしねどういったことをねお祈りすればいいかがちょっとわからないわっていう方はこの本をねぜひご参考ください。私はねその時思ったことをそのままあまりこういう本を見てねお祈りすることはないんですけど、はい、ちょっと入らない。あとねこの恵子さんのね手帳がまたね2021年版がねもう予約開始になってるみたいですけど、これまあ次のねもうちょっと獅子座は書いちゃったんですけど、私はねこのこういう手帳をね利用してます。こちらにね願い事をね10個ぐらい書いて、もうでね使いすぎてもパラパラになっちゃって、冊子がねパラパラになっちゃってるんですけど、うん、こういう手帳をね使って書いてまたこう見直せますのでね、はい、おすすめです。はい、じゃあ今日も素敵な一日をお過ごしください。失礼いたします。